前回怖かったですね、やっぱりああいう心霊教養した方がいいです。あれはね、アスペラーブでやっちゃいけないってことです。本当、気をつけます。本当、あの、ね、例の、ね、女性の例って言ってましたよね。そうなんですよ、ないよ、なんかどうか、え、今踏んだ、女性の例の方はね、今ある、ね、成仏されたということで、そうです、そう、お見事にしましょう、で今回ちょっと、あの、皆さんちょっと見てもらうために、A と B と C で分けまして、こちらローズコースとオニリス天下石っていうふうに分けて、一個一個皆さんに、あの、直感でやってもらおうかと思います。あ、はい、楽しみですね、はい、じゃあすいません、はい、あなたについている、はい、あの、守護霊とヘイヤーズという形でちょっと伺っていただけますか。はい、はい、じゃあお願いします。はい、じゃあこの A、B、C の順番で見ていきますね、はい、じゃあこの今この動画をご覧になっている方の守護霊さんとヘイヤーズ霊さんがどういうどのような方なのか、A、B、C を選んでいただくのがですね。はい、じゃあまず A の場所を、A の守護霊さん、A の対応する様の順番で、高い女の人ですかね、高貴な、そうですね、優しい気持ちの女の人、あとなんか困ってる人ほっとけないみたいな感じの、そうそうそう、ね、困ってる人を助けたいっていうか、何でしょう、なんか分け与えてあげるっていうんですか、ないものを分け与えてあげたいみたいな感じの、そのような方がついてらっしゃる、心、平和とか愛とか心とか慈悲とか、そういうふうなイメージがありますよね。で、これが、ローズクローズを選んだ方、ローズクローズの A の守護霊様のハイヤスル様ですね、はい、じゃあ、このオニキスさんを選んだ方、はい、B のオニキスさんの守護霊とハイヤスル様ですね。守護霊さんは、なんかあの、おそらく普段はあの休んでるっていうか、ずっと見守ってるっていうか、あの、本当に。瞬間的な人なんだ。ね、寝てるんですよね、本当に後ろでね。後ろで、瞬間的あの、ライオンで、
よくオスとメスがいて、メスは狩りをするけど、オスは普段何もしないで寝てるっていうじゃないですか。安心するね。でも普段敵が襲ってくるとオスって命がけで戦うとかって言うじゃないですか。ああいうのを話しますと、この方も普段は寝てるようなんだけど、いざとなったらいつでも起き上がって戦う準備するみたいな感じで、剣を常に置いてますよね。戦いの準備をしてるというか、この教会の中で寝てるんですけど、ね、なんかいざとなったら頼りになる。でもなんかね、あの兵士、兵隊さんだし、戦うためにも守ってるみたいな感じ。でなんかハイアースロスさんはあれですよね。もう大天使ミカエル出てきましたから。ああ、じゃあそう、こういう系統の人がついてるってこと。なんかあの眠ってる才能だったり、あのこの方の持ってもらったカルマっていうんですか、そのもともと使命とか宿命を気づかせてあげるみたいな、でその手助けというか見守ることをやりますよみたいな、そういうふうに見えますよね。うん、ありがたい感じですよね。すごい。うん、じゃあこれと原価石、原価石の変わった石ですね。じゃあ C の原価石の守護霊様と配慮するですね。すごい。うん、あのあれですよね、もう男のソードのこれキングですけど、この方もう戦うみたいな感じ、うん、でもなんだろうな、闇雲に戦うんじゃなくて頭を使ってなんか行動していきなさいよみたいな、知性とかあの仕事とか頭を使うとか、そういう意味で言いますよね、ソードってね。うん、そういう風に取れますよね。頭の上に感じがしね。なんかあの発展的な感じも。あ、そうですよね。ハイアスロスさん。もうくるくる回りますから、運命は。くるくる回ってますから。なんか常にあの行動だったり考え方次第で運命はくるくる回ってくるんだよ、みたいな。でも、もう、なんか、天国に近いような感じじゃないですか。なんかちょっと抜けるっていうか、いい年。うん、すごい、あの、ありがたい感じ。本当に、高次元の世界から守ってくれてる、見守ってくれてるイメージありますよね。ああ、なるほど。わかりました。はい。じゃあ、ここで、うん。一旦。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。